お湯に溶かしたものです。お皿の中には 200ml ほどのミルクが入っておりますが、ケイ君はこのミルクをゆっくりゆっくりと時間をかけて飲んでいきます。2012年の8月10日にお父さんパンダエミーとお母さんパンダラウシンのもとに誕生し、現在すくすくと成長しております。生まれた時の体重はわずか167g、私のひまひなに乗ってしまうぐらいとっても小さな姿で生まれてきましたが、1歳5ヶ月を過ぎ、現在体重は約54キロに成長しております。今ユーシンは毎日朝昼晩このパンダミルクを飲んでおります。1歳頃まではこちらのパンダミルクやお母さんパンダラウシンの母乳で主に成長してきましたが、1歳2ヶ月頃には大人の歯、円周期も買い揃いまして、大人のパンダと同じように食の先を食べ始めております。大人のパンダは1日で約20キロから30キロの先を食べますが、ユーシンは大体1日10キロ弱の先を食べて成長しております。これからはもっともっとたくさん竹を食べるようになりまして、その代わりこちらのミルクの量は減らしていきます。そして2歳を迎える頃には完全にミルクは飲まなくなり、主に竹を食べて生活